はい、大会前日ということで今昼なんですけど、前日はもう朝の2時から俺はトレーニングに行ってます。早朝みんな寝てると思うけど、朝2時にウェイトやってカーディオやって、宮崎大会次の週またあるから調整もそのままやってるんですけど、前日だから特別なことを今回してないです。カーブアップとかしてない。明日大会なんだけど通常通りに減量してるって感じです。多分他の選手はね、カーブアップとか今日やったり運動とかも絶対してないと思う。体を休める期間みたいな感じでやってるんですけど、俺はちょっと次の週も大会があるんで緩めれないっていう感じで、今回は何もせずに出ようかなと思います。そのまま今日の朝のね、2時から、ね、トレーニングやって、そしてね今日の朝10時にね髪を切りました。さっぱりしました。そして、今12時で、今家の近所のレンタルジムで今からポージング練習、サーフパンツとかもちょっと履いて最終確認じゃないけど、明日大会だからの最終チェックみたいな感じでやろうかなと思います。じゃあちょっとね着替えます。ちなみに前回は熊本大会はこの黒のそのサーフパンツで行ったんですけど、今回はゼノのちょっとワインレッド、薄いワインレッド気味のサーフパンツ、これで行こうと思います。こっちの方がね、生地がちょっと柔らかいですね。どっちの足にも軸を取れるんですけど、軸に前回こうやって取ったんですよ、この2人が。今回はこっちでいこうかなと思います。若干見え方が変わるんですか。どっちもいいっちゃいい。両方で取るかもしれないです。ちょっと練習します。どっちの軸足にも取ると思います、多分本番。ちょっとここでですね、案件なんですけど、スマートウォッチの案件をいただきまして、実際今日初めて使ってみてめちゃくちゃすごいです。これでそもそも自分って時計とかこうアクセサリーとか指輪とかああいう装飾品全然つけないんですよ。鬱陶しいっていうか、筋肉ついてるしそういうのつけなくていいかなっていう感じなんですけど、時計とか本当もう10年ぶりぐらいかなにつけたんですけど、めちゃめちゃすごいですね、これ、スマートウォッチ。提供していただいた会社はですね、ファノンさんの ID208BT という2023年最新型のスマートウォッチってことで、めちゃくちゃ安いんだよね。5000台で多機能で、自分だったらトレーニングで汗かいたりとか、あと釣りに行って雨風で濡れたりするんだけど、そういうのにも全然対応するってことで、めちゃめちゃいいじゃんと思って。で、今日初めて、ね、使ってみてます。今日の朝のね、ジムの時から使ってるんですけど、軽いし、シリコンの素材だし、全然濡れたりしても全然大丈夫。防水だし。充電2時間で8日間も持つだし。充電したんだけど、バッテリー全然減ってない。実際使ってみて何がすごいかっていうと、いっぱいあるんだけど、まずね、アプリとこれがね、連動するんだよ。で、繋げて、携帯を探すっていう機能がある。携帯どっか行ったなと思ったら、これでピッと押したら鳴る。これを押すと、ほら、携帯が鳴るの。こうやって
携帯がどこにあるかすぐ分かる。それとライトがある。これライト、釣りで、ね、ヘッドライトとか忘れた時とか携帯でね物探したりしてたんだけど、これでライトに使える。これほんの一部なんだけど、まだ普通に時刻とか歩数計とか心拍数とかも取れるんだけど、今心拍数測ってるんですよ。今測ってるでしょ。もうすぐ終わる。で、心拍数が出る。あ、出た。66って書いてある。心拍数も測れるし、これストレス測定じゃない。ストレスも測定してんの。すごいよね。ストレスでね、18。1から29がリラックスで、30から59が低いで、60から79が中程度で、80から99が高いで、俺は18だったんで、マジでストレスないっす。実際に俺ストレスないっす。まだあるんだよね、いろいろ。あと運動が60種類ぐらいあるの。60種類以外の運動を選んで、俺だったら室内ウォーキングとかカーディオやるんで、こういうので測定したり、カロリーとか時間とか全部記録されます。今日の29度とか、これ天気もすぐ見れます。今日の活動量とかも全部ね載ってんだよ。俺全部勝手に測定してくれてる。あと睡眠のモニタリングしたりとか、いつ寝たとか、深い眠りがどこだったとか、あとアレクサとかにもね対応してるらしい。この値段でこの多機能はやばいらしい。スマートウォッチ界隈ではアラームとか、あと音楽もこっちで操作できたりとか、 SNS とかあの LINE とかあんなやつも全部通知がここできて、で通話もできます。これでもうね、ほんと使いこなせないぐらいいろんな機能がありすぎて、ちょっとこれびっくりですね。普段俺こういうのつけないから携帯ばっか見てたんですよ。トレーニング中もこうバックから携帯で今何時だとかメールが来てないかとかそういうの見てたんですけど、これがあればかざすだけで時間とか誰から連絡来たとか全部ここに通知されます。アラームとかも震えて音が鳴るんで確実に起きると思う。これだったら多分生活が変わるんじゃないかな、これがつくことによって。携帯を見る頻度は多分半分ぐらいになるかもしれないです。自分みたいに毎日運動して汗かく人とか、アウトドア、釣り行ったり山行ったりとか、汚れたりとかするところでも使えるんで、軽いしね。はい、ということで今回初めてのスマートウォッチデビューで、ファノンさんの ID208、2023年の最新モデルらしいです。Amazon のリンクもね、貼っとくんで、気になる方はスマートウォッチぜひ。俺もちょっと使ってみてこんなすごいとは思わない。アップルウォッチが確かね、3、4万しますよね、安くて。アップルウォッチの3、4万はなかなか手が出らんけど、この5、6千円のスマートウォッチだったらめちゃめちゃ買いやすいと思うし、精度もめっちゃいいっすよ。ファノンさんありがとうございます。ちょっと使わせてもらいます、これから先。自分こういうのつけないんですけど、これからつけていきたいと思います。もうちょっとポージング練習して、せっかく機会があるんで、ちょっと背筋しましょうかね。マッチョにも合うよね。なんか、かっこいいよね。マッチョとスマートウォッチかっこよくない？ハム1個忘れた。買います。疲れました。その後ですね、帰ってきて寝て、夕方4時から前日検量ということで会場に行ってですね、受付して参加賞とかもらってきました。その紹介もね、やっとこうと思います。参加賞として、エクスプロージョンのプロテインですね、ブルーベリー味、これとレボプロの、プロテインですね、2種類 30g、 これもプロテインです。そして、ゴールドジムのプロテインバー 22g、 これ美味しそう、もう食べたい、キャラメル風味、めっちゃ食べたい、今食べようかな。それと、今回のゼッケンですね、71番でした。今回応援よろしくお願いします。それと先週ですよっていうバンド、これ当日つけとかないといけないです。そしてあとはパンフレットですね、
あと会場の控室の地図とか、はい、そして日程ですけど、まあ、水泳と福岡大会ね、今年ももう秒でエントリーが締め切りましたね。知り合いも何人か出るつもりだったんですけど、すぐエントリーしたけど、もう入れなかったっていう、定員オーバーということで、今回も人が多くて第1部、第2部に行って、ビッグコンテストになってますね。また、自分は3カテゴリー出ます。メンズタンクトップとマスキュラフィジークと、一般のメンズフィジークマイナス168。この3つ、また出ます。3カテゴリー、熊本で出たんですけど、めっちゃきつかったんですけど、もうその時には福岡ともう宮崎のエントリーも始まってて、もう3つ入れちゃったんですよね、全部。もう入れちゃってるんで、出ます。で、日程なんですけど、10時にスタート、オープニングが始まって、終わるのが9時ですね。丸1日ですね。出番がですね、11時のタンクトップの順位付け、9名います、今回。9名から6人に絞る。これが最初のステージですね。その後、1時過ぎにメンズタンクトップの順位付け、6名の順位を決めるって感じですね。ここでマスキュラフィジークが入ります。5名いますね。順位付けということで。夕方3時から表彰式。メンズタンクトップとマスキュラフィジークの表彰がここであります。自分が入賞してればここで表彰式。夕方の3時半に1部が終了ということで。その後第2部でメンズフィジークのマイナス168のピックアップ。19名から12名。これに一発目自分出ます。その後順位付け。決勝が6時以降ということで、決勝まで残ればここで順位付け。最後表彰まで行けたら予定では9時に終了ということで、丸々1日使うって感じになると思います。勝てばね。今回もメンズタンクトップとマスキュラーはオーバーオール。フィジークはマイナス168の階級で戦います。はい、というわけで前日はこんな感じですね。この後はもう寝るだけかな。忘れ物ないか準備して寝るだけだと思います。寝つければいいけどね、寝れないことが多いんで結構。いよいよ明日ですね。今日は動画ここまでになりますけど、また大会の様子を撮って、できるだけ早く編集して皆さんにお届けしたいと思います。頑張りますので応援よろしくお願いします。